初参戦チェ・ヒュンソク。赤コーナー177cm 73.8kg パンクラス本戦初出場坂口由紀夫。ジャッジ岡本。パンクラス2007ライジングツアー 4.27 後楽園ホール大会、注目のウェルター級の一戦です。赤コーナー、世界の現し坂口誠二の遺伝子を受け継ぐ男、まあ、弟の俳優健二さんは置いておいて、その格闘 DNA は魅力です。注目するなというのが無理な話です。対するは初来日のコリアンファイターチェ・ヒョンソク。はい、さあいよいよ坂口幸男の初陣です。話題のところ実力はまだ未知数です。左のリードジャブ、両選手とも手足が非常に長い、遠い距離からローキック、パンチと打っていきます。右のローキックはチェ、パンチがクロスします、交錯します、抱え込んで首相撲から膝を入れていきたいか両者。坂口も膝を入れる。前回パンクラスゲートの戦いは坂口この膝蹴りで勝利を収めています。もう一つ右の膝、抱えながらのピンチフックです。一旦距離を取る。高橋さん、はい、まずはちょっとこう会場の空気が違いますね。そうですね、まあ、一番、ね、応援しに来てくれてる人が多いっていうのもありますけど、圧倒的ですね。そうですね、ただゲートも出したんですね、ちゃんとね、うん、あ、そうですか。まあ柔術でまずこうベースを磨いてということだったんですが、やはり打撃かなり力入れているようです。遠い前から右のミドルキックです。逆にチェの方も遠い前から右のローキックを放っていきます。距離がじわじわ近くなっています。ヒュンソク選手はでも寝技が得意なんですかね。柔術をかけられていじめられてたってっていうことでしたけどね、はい、まあでもいわゆる本当に総合からもいきなり入ったみたいですね。空手自体はあったようですけれども、あ、まあ、プライドのリングでも活躍しますチェ・ムベ、あの、はい、サタデーナイトフィーバーの、はい、右のハイキック。いやでも足長いんでこう遠い前でも届きますね。そうですね、それお互いか。変速の右のストレート出していきます。もう一つかぶせていく。さあ首ついて、この首相撲からの膝が武器です。必殺です。坂口幸男、右の膝離れかけ。いやしかしチェ・ヒュンソクも下がりません。逆にガード一つもらった。いきなりもらった。左の腕を捉えた。レフリーが入って止めたか。なんともホロリアイビリー戦。いやいや